はい、こんにちは、ゆうたです。はい、はい、今日は紹介についてちょっと話したいと思います。人の紹介、はい、はい、ですと、紹介することって結構なんかシビアだと思っていてですね、なんですか、そう、割とシビアな行為かなと思ってるんですよね。はい、っていうのは紹介する側にも責任が伴いますし、その紹介した人がちゃんと紹介したところでその結果を出してくれるというか、ちゃんとやってくれることを期待する必要があるし、紹介される側もその紹介した人のメンツを潰しちゃったらダメですよね。その人の恩をあだで返すみたいな感じになっちゃうんで、そういうのもあれなんで、なんか結構その何すかね、ちょっと運命共同体じゃないですけど、なんかなんでそういうところが結構シビアだと思っているんですよ。はい、で自分はですね、その実はっていうか、紹介みたいなのって僕一切してないんですよね。しない、自分が紹介するってことはないんですよね。はい、はい、っていうのはなんか、まあちょっと前まではですね、その紹介、ゆうたさん誰かこのなんだ PHP できる人いたら紹介してみたいな言われたら、まあその人は困ってるんだろうなと思い、それっぽい人がいたら、まあ実際に声をかけてみたいな、まあそういうことをしていたんですけど、なんか今はね、割と考え方変わってそういうのは一切しなくなったんですよね。っていうのはなんかさっき最初に言ったことをですね、お互い責任が伴うというところ、そこに行き着くんですけど、なんかその他の人に対してですね、他人に対して責任が出てくるっていうのがなんかちょっと嫌なんですよね。はいっていうのがあるんで、だから自分も目が肥えてないといけないですよね、紹介するんだ、はい、なんで僕基本的にそういうのは ないんですよ。紹介とかってしないです。はい、っていう感じですね。はい、何の話っていう感じですか。そうなんですよね。で、まあ一方で、まあ紹介していただくことっていうのもまああるというかですね、基本的にその仕事を、今ある仕事ですね、全て紹介でつないでもらったっていうか、なんていうんですかね、全部知り合い経由なんですよ。
なんですよね。でちょっとそう思うのはですね、あ、なんでこれはありがたい話っていう方なんですけど、まあ、紹介してもらったからにはそれなりの結果を残さないとなみたいな気持ちにはなるんですよね。紹介してくれた人が、つないでくれた人がいるから、その人のメンツがあるからね、うん、でその人が僕を連れてきて僕がカスだったらね、うん、まあ、その人のメンツを潰してしまうことになるので、それはちょっとあれですよね、心が引き裂かれる思いになっちゃうんで、なるべく頑張って、いい結果を出したいなという気持ちになるんですけど、うん、っていう感じですね、うん、で、その誰でも彼でも紹介してくれたらついてるかっていうと、なんかそれもちょっと違くて、でここもね、ちょっと僕今までの反省が結構あって、なんか、まあ、ここ数直近っていうか本当最近とかにはですね、割とこの紹介してくれる人を、まあ、ちゃんと見ないとなと思っていて、っていう、なんかその人は本当に信頼できる人なのかと、うん、みたいなことを、まあ、考えるようになったんですけど、割と今まではまあなんかそういう誰かから声かけてくれたら、あ、OKOK みたいな感じでホイホイついてった感じ、あのちょろい女みたいな感じだったんですよね、うん、で結構なんかそれでね、痛い目を見たんですよ、うん、なんかその苦渋っていうか、まあ、ジョーカーがたまにあるんですよね。でそういうのってすごく辛くて、うん、まあ、あの詐欺られたんですよね、うん、とかっていうのがね、まあ、そういうのがあったりしたんですよとかで、すごくあれになっちゃう、ナイーブになっちゃうん で紹介する人もですね、ちゃんと見る必要があるし、その紹介される先ですよね、うん、っていうのも大丈夫かなと言う、このチェックって言ったらあれですけど、うん、そういうようなあのスタンスで見なきゃいけないなと、まあ、最近そういうふうに思いました、うん、はい、っていう感じですね、はい、ぶっちゃけね、あのね、そうですね、なんか紹介業みたいな結構嫌いなんですよね、うん、なんかそうなんですよまあいいや、ちょっと悪口大会になっちゃうんでここまでにしておきますね。